ようございます。今日は一日、はい、京都観光、はい、まずは腹ごしらえモーニングを食べに行ってきます。喫茶店、はい、親子3代で通ってる昔ながらの喫茶店です。あんまり教えたくないねおい、コーヒーが美味しいね。いや、もうシンプルに Everything is so cheap だ行きましょう。ここです。ここのコーヒーです。神社というところに行きます、はいはい。今宮神社で何をするかというと厄除けです。厄年30全然言うたらあれやけど、はい、ここから多分歩いて15分ぐらい、うん、テクテク歩いていきましょう。いいよ、行きましょう。でかいね。
多いね。うん、どうですか、私のこの新しい神々しい感じ。2024年新しい私を見て。でも病気に気をつけてくださいとのことだったので、私ほんまに健康に無理なく過ごせますようにと願ってんけど、分かったのかな、分かってたんちゃう。すごいすごいね、あの人当たってる。今宮神社といえばね、はい、炙り餅がすごい有名なので、そうですね、だからちょうどオープンするので行きましょうか、はい、たらふくかな。このね、お客さんに合わせて、俺はいつもこっち、サネさん、こっち行きますか。はい、はい、そこでいいんじゃん。はい、ですよ、ここが。私も大好きです。僕が赤ちゃんの時から通っているところでして、はい、すごくいいです。美味しいよね。前帰ってきた時、アイが初めて連れてきた。うん、ペロッと何人前、ね、3とりあえずやりましょう。ありがとうございます。さあ入れたてですよ、はい、3分蒸らしてからお入れください。はい、3人前ください。3人前でありがとうございます。はい、前がね、結構ちっちゃいから、うん、なんかよくある人は3人前頼むのがおすすめです。2人前で少なかったから、よくまた3食べたかった。めちゃめちゃ多いよ。美味しい。食いすぎて。
では次の目的地行きますか。はい、はい、それを。